はい、ということであいみょんさんのマリーゴールドでしたよね、うん、はい、はい、まああのチェストボイス開発でしたっけ、あの本編は。あ、そうですね、声帯しっかり合わせましょうっていう、うんうん、まあいわゆるその女性も、うん、ノーチェストライトチェスト、あんまりボリュームがねカラオケで出ないっていうタイプの人たちって少しそのか弱い感じの声で、うん、歌ってしまってる自分たちはそんな意識ないんで、ね、あそっかそっかそうですよね、うん、カラオケでも音が聞こえないっていう状態になっちゃうのをその原因の部分から解決していくってことなんだけど、はい、まあ声帯をこうしっかり合わせていくっていうようなことを狙って、まあ、あっかんべ、うん、とか、うん、あとは、おーいとかね、おーいとかもそうですね、うん、あと、うん、うん、それは面白かった、知らなかったよ、それこれブレッド・マニングっていうその、うん、SS の、その CEO の方がいるんですけどの人の考案、自分が弟子なのでそうなんですよ。要はさ、水の中でこうやって泳いでる時って結局息止めてる、そう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 、だから声帯合わさってる状態を作ってるんですよね。そっから息が苦しくなってバッって出すときに、うん、その声帯の閉鎖を作った上での大きい音、その苦しいっていうのでパワーを出してるみたいな、うんうんうん、そのなんか生理現象みたいなのをちょっと使ってる状態なんですけど、うんうん、すごい理にかなってますよね。いや、理にかなってると思いますよ、うん、うん、そうそうそう、これ僕使います結構声帯。うーん、俺も使ってみる。お、全然使ってくださいよ本当感想聞かせて、聞かなかったっすはなしですよこの動画見てる人で使う人が出ないことになる本編ではなんかピアノ使わずにやりましたけど、うんうん、はいはい、ピアノ使ってでも意外とできるというか、チェスト作っていくだとやっぱファイブトーンスケールって言って、このツールはかなり効果的だと思いますね、うん、もし練習される方がいるとしたら、これで例えば、こうやって出すだけでも、ピアノ使うとしたらですけどね、そうだね、はい、女性だったら、うん、A3 とか G3 とか、ね、そう、そんぐらいからね、はいはいはい、から上がってあげて、で、ファイブトーンスケールって、うん、オタクにそれぞれ隣り合わせになってる音が近いんですよね。だから下の発声状態を牽引しやすいってよく言われますよね、うん、下の出した音をそのまま次の音次の音にって引っ張っていけるんで、うん、チェストボイスとか低音域の開発にはかなり有効的かなと思いますので、だからさっきのをファイブトーンスケールで歌ってみるとかはかなりいいのかな、うん、あとはさっきちょっとバー出ましたけど、バッバッバでもいいかもしれないですね、うん、バッ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 バでもこのスケールって確かに、うん、隣り合わせだし、はい、低音にこう集中できるから、うん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 、いわゆるチェストボイスをね開発するにはいいですよね。いいんだけど、そのチェストボイスが全然ないような人は、うんうん、そもそもチェストボイスの出し方わかんない、うん、っていうケースもあるから、これをやっても、うん、あそうかそうか、なっちゃったりもあるんすよ。だから全員が全員当てはまるわけでもないのか、そう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 、難しい、うん、まあ効果的ではありますけどね、うん、効果的だからもうスケールとしては適切なのも、うん、でも、うんうん、自分でそれをやれば出てるんだっていうふうに思わない。そうですね、本当はね声をお聞きしたいですよね。そう、実際ならね、うん、こうよく質問とかいただくんですけど、うん、これはこうしたら治りますかみたいな質問とかありがたいこといただくんですけど、うん、正直なこと言うとお声を聞かないと、うん、適切な答えって出せないのが正直なところ、うん、メソッドの特徴としてね。そうなんですよね、うん、だから結構質問に答えるのって難しかったりするんですよね、うんうんうん、スケールっていうのを使うと、うん、その歌の時の気持ちが結構入っちゃうというか、カラオケとかであんまりそのうまく歌えないなっていう気持ちだったり、うん、ボリュームが出せないんだよなっていうのが入っちゃって、話し声とかよりも無意識のうちにボリューム下げてやっちゃう人がいると。だから、うん、生理的な現象っていうのを使いたかったんですよ、動画の中では、うん、だからああいうので変にこう歌を意識しないでも声帯合わせれるようにっていうので考えたツールではあったので、うん、ただちょっとずつ歌に広げていく方が狙った発声状態に、うん、無意識のうちに持っていけるかなっていう、うん、そうですね、うん、でなんか最後のちょろっと喋りましたけど、でチェストが開発されてって、で今度出てくるのがプルっていう問題、うん、アイヌさんのマリーゴールドもそんな別に低い音じゃないので、うん、とりあえず動画本編は抜けちゃってる人対策として、とりあえずはもう厚く使っていくっていうことは言いましたけど、うん、そこでゴールじゃ全然なくて、今度はそこからなんかプルっていうそのチェストボイスをこう引き上げるっていうリスクがすごい高くなってくるわけですよ。そうね、で、うん、
次の段階でそれを今度は阻止するようなエクササイズを使ってってっていうことをしなきゃいけなくなるので、うん、最初にチェストボイスがなかった人とかって、うん、チェストボイスに使うと結構その真逆なぐらい強い、ありますね。もう1回目のレッスンだと、あーが2回目の時に、あー、いや、います、います、ね、全然います、います。もうこれだ、これだって思ってそのまま上まで上がっていくって方は多いですね。これは成長なんですよ。成長なんだけど、うん、そのチェストボイスのまんまだと、このマリーゴールドとかのサビの高さになってくると、うん、やっぱ難しい。このファーストブリッジ、そうですね、このファーストブリッジっていうところをこう超えてきたりするので、うん、このチェストボイス、だから言ったらここを開発したという段階なので、うん、そう、だからここがないのはね、一番良くないので、まずはここを開発することは全然段階的にはいいことで、うん、でこれができたら今度はそれをちゃんとヘッドボイスの方にこう移行していくっていう練習をしていかなきゃいけないということですね。ネイ、うんね、とかって聞きますよね。そうね、ちょっとテンションは残しつつ、そうそう、声帯だけはちょっと薄くまびいていければいいかなっていうのがあるので、うんうんうん、ネイとか、まあやっぱ結構万能なツールですよね、うんうん、だと思う。でもまあ何でもかんでも片付くわけじゃないけど、その、うん、そのネイの特徴っていうのをちゃんと把握した上で、うんうん、やっていただければ、うん、はい。今回動画撮るにあたってすごい意識したのって、うん、その本当にカラオケがちょっと人と一緒にカラオケ行くのがちょっとコンプレックスだなっていうような人とか、やっぱなんかボリュームうまく出せなかったり音程うまく出せなかったりっていうのって辛いじゃないですか。辛いですね、うんうんうん、なんかそういう人たちの解決策になるといいなっていう思いで、あ、うん、そう、なんかそれをちょっとイメージしながら撮ってたっていう部分が、うん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 、あったりするので、もしなんかそういう方が、ね、今見てくださって、あ、嬉しいですよね、うんうん、そう、日常になればいいなと思います、こういう動画が。ちょっとだけもう少しオタクっぽい感じの話混ぜてあげてもいいですか。いいっすよ、いいっすよ。これなんで、あーよりも、あとか、あ、音を選んだ。TA と CT って話になってきて、まあ、工場ヒレスキン、工場ヒレスキンっていうのがあって、僕は外側と内側っていうのがあって、うんうん、ってどっちかっていうと外側の方を強く意識したから、うん、どっちかって閉鎖の方を強く意識したような、うん、ツールなんですよ。あーも聞く人いるし、えの方が聞く人もいるし、で実はこれってその TA に対して狙ってる場所がちょっと違うというか、内側の方が足りないのか外側の方が足りないのかっていう方で、多分またその例えばあが聞く人もいれば聞かない人もいるし、うん、あーもうばーもう聞く人もいれば聞かない人もいるしみたいな、うん、聞く部位みたいなのが、そう、外側の甲状比率筋か内側の生態筋かっていう感じの話になってくるんだけど、これエネルギーが出せない人ってどっちが聞くかっていうのって声聞いてないと分からないですよね、うん、そうなんです。これ結構難しいとこなんですよね、うん、外側をもっと入れていきたいんだ、例えばボーカルフライとかね、うん、これなんて言ったらほとんど内側の方は入ってない状態なんですよ、うん、TA の、うん、外側の方がぐっと入ってる状態なので、うん、だから外側を入れていきたいんだったら、うん、ボーカルフライなんてすごい効果的だし、うん、だから本当その人によって TA のどっちが足りてないかによっても全然変わってくるかなと思うので、うん、僕はただただそっちの外側の方のあれをちょっと使わせようと思ってあを使いましたけど、うん、結局その一音一音息を止めるような感じにすることで、うん、その声帯の閉鎖を、うん、まあ、どういう形であれ息を一回止めて閉じるっていうところを作るので、うん、それによってエネルギーを、うん、きちんとその生体が生み出すエネルギーっていうのを効率的に生み出しやすくなる、うんうんうん、発声歌のその初心者って感じてる人たち、うん、ちょっと苦手だなって思ってる人たちって自分の声をねあんまり聞いたことないことも多いんじゃないかなと。だから今この動画とかその前の動画とかで、はいはい、お伝えしたことをいろいろ試してみて、うんうん、それを同時に録音して、あ、そうですね、自分で聞いてみるといいですね、うん、どういう音になってるかっていうのが分かってくるので、うんうん、もういろいろ言ったことあるよね。いや難しいですね、本当にそのチェストないっていう人でもいろんなパターンがいますよね、うん、本当に。そうなんですよ、こういうパターンもいますよ。例えばね、うん、風の強さがちょうど、これって
息結構流して、うんうん、そうですね、そうですね、少し実はやや力んでるんです。そうですね、でうまくでも振動できてないですよね、うん、声帯がささやき声に近いような感じの動きになっちゃって、はいはい、でこうなるとエネルギーが足んないっていうよりは、うんうん、どっかでこう力んだ状態でロックしてるから、なんかさらにあの力入れようと思って風の風のってやつなんか全然合わさらないですよあでもそういう方なんか特にボーカルフライなんかいい方法なのかもしれないですよ。そうそうそう、息を流さない でただただライトな人、風の強さがちょうど、こういう人は本当厚みが欲しいので、それこそバッバッバッなんてすごい聞くと思うし、今のだからチェストボイスに問題がある人にと中でもちょっと弱点が違うっていうか、だからバーやっときゃ治るとか、ボーカルフライやっときゃ治るっていうわけでもないみたいのが確かに難しいところではありますけどね。そう、これを参考にボイトレあの歌うまくなりたいって思う方はちょっといろいろ今日の話を。そうですね、すごい長くなっちゃいましたねすいません、すいません、はい、じゃあまた次回あの、はい、そう楽しみにしてください。はい、ブリッジでした。